K.W. 社員のコンスピラシーセオリー、えー、今日も、えー、桜子さんは欠席のため、えー、一人でやってみたいと思います。えっと前回前々回とまあ今世界での、えー、コロナ、コビッド19ですねのこうまあ今世界で起きているこのパンデミックの中で各地でどういうようなあの報道がなされているかとかそこの場所でどういうようなこう 市民の反応があるかみたいな話をしてきたんですけれども、今回はまああのアメリカでの話をしたいと思います。えー、まああの皆さんもテレビとか、えー、まあもちろんネットとかでも見たことあるかもしれないんですけれども、そのアメリカのあのアンソニー・ハウチですね。えっ、ー、と N.I.H.I.D. の所長ですか。えっ、ー、とウイルス感染症 え研究所の所長をしているアンソニー・ファウチというまあ男がまあこの人が割とそのまあこの世界でのアメリカでのえコロナ騒ぎのまあ元凶だというふうにまあ言われているんですけれどもまあもちろんあれですよね WHO のテドロスだったりそのまあ中国のまあ習近平主席がもともと武漢で、えー このコロナウイルスがこう出回った新型コロナですね新型コロナウイルスが出回ったときに割とその最初過小報告をしていたりとかえまあテドロスもあのそんなにあの怖がることはないみたいなふうに言ってたのがえまあ2019年の終わりか2020年のまあ頭ごろ だったと思うんですよねででそれでまあこの WHO とまあ同じようなことを言っているまあアメリカの CDC のえまあご意見番というこのアンソニー・ファウチはもともとトランプ政権の中でもこのウイルス対策に関して一番人道をあの取って仕切っていた人ではあるんで。最初はは僕もこの人はきっとあの 分かってるんじゃないかと、例えば日本で言うと。当時あのよくテレビにでた岡田春江さん、あの女性のちょっとあの。あのまあ、割とま、ま丸っこい人ですね。えー、僕あの一度同じあの事務所。っていうか、あの渡辺エンターテインメントにこの岡田春江さんもあの。所属したので。えー、担当のあの、ものが。共通だったりしたんですけれども、あの会う機会はまだないんですが。でもこの人も最近全然テレビ出てないんですよね。なぜこの人出てないかっていうと。 えー、まあもちろんその最初から割とこうアビガンがいいとかイベルメクチンがいいとかいわゆるその国はもうちょっと、えー、その病床を増やせとか野戦病院みたいなのを作れみたいなことを言っててその頃はすごくあのテレビに出てもう本当にあのコロナの女王なんていうぐらい2020年はもう毎日テレビに出たような人なんですけどもある時から急に出なくなってしまって。 そそこそもうテレビに出るのはあれですよねえ北村だとか森内だとか松本とかニキその辺の,あの本当にあくどいワクチンマフィアたちだと思うんですけれども,もうその人たちが出るようになってからすっかりその岡田さん出なくなってしまってでもちょっとね岡田さん最近あの本を出したんでそれ読んでまたちょっとあのここで報告できたらしたいと思うんですけれどもえっと岡田さんは確か。 感染した人はワクチン打たなくていいって言ってたらしいんですよ。だからまあそういうことを言っていたりとか、いわゆるそのワクチン以外のイベルメクチンだったりとか、マ、ま、ビ、あ、ガンだったりとかとまあ僕はあの個人的にそのトランプ大統領とか、えー、ブラジルのボルソロナ大統領ですかがあの使っていたヒドロキシクロロキンというのをすごくこう信用していて、だからこれなぜかというとまあそのマダガスカルで。 抗、えー、マラリア薬としていわゆるヨモギ茶っていうものが割とあのマダガスカルで普通に皆さんの飲んでるらしいんですよ。でそれによってあのコロナにかからなかったっていう話がその頃あったんでヨモギを使ったヒドロキシクロロキンっていうのが効くというその,そのマラリアの予防薬としてすごく流通しているという話を聞いたんで,あのでそれであのトランプ大統領も。 まあそれを飲んでいたからあのまあ結局かかりましたけどねトランプ大統領もでもまあそれによってあのまあ予防できてたんじゃないかっていうのをその時僕信じていたんですよだからまあそのイベルメクチン、えー、それから アビガンその辺りも推していたその岡田先生の言ってることはまあ間違ってないし割とその初期の状態ではみんなあの岡田さんの,この言ってることとそのアンソニー・ファウチの言ってることがまあ割と被っていたんで意外に信用できるんじゃないかと思って。ファウチは 頼りにななるような、まあ、ちょっとね僕ツイッターをこう遡って見てみたんですね自分の去年だったり一昨年の。そうするとあの一昨年の春ぐらいまではあのドクター・ファウチとかあのファウチさんみたいな子ち,ょっとちゃんと継承がついたんですけどある時期からあのアンソニ・ーファウチとかただファウチってこう呼び捨てになっているんで、まあ、ちょっと途中からこう急にこの人に対して疑念を持ち始めたっていうことがちゃんとあの自分でも分かるしまあ うそれは隠してもしょうがないのでしっかりあの、まあ、それをこう振り返って、えー、反省もしているというところなんですがこのアンソニー・ファウチが今あの、まあ、ずっとあの武漢で研究をするのに関して、えっと、アメリカから、えーまあ、資金を持っていったとかあと。 なんですか犬の,あの実験を,あのを進めていてそれですごく批判的なこう報道があったりとかって言ってまああの何ていうのかなそのアメリカでは一部の人はこのファウチを英雄視してるんですけれどもこのコロナに対して懐疑的なやつ人たちはコロナにファウチに対してもう ロックインムアップと早く捕まえろっていうような声、もう一時のがヒラリークリントンみたいですね。ヒラリークリントンに対して、こうずっと。ロックアップロックアップって、こう言っていたような感じで、このファウチに対しても、もう。ファウチが。まあ。今のアメリカをここまで、あのひ。ひひどくさせたっていうふうに、こう言ってるんですね。で、この、まあ、もちろん民主党になってからは。あのー。 まあそのバイデン政権はこのファウチネという国民も右に習えで、まあ、トランプとこうよくやり合ってたような状況がこうニュースになったりもしてたんでその、まあ、トランプは完全にこの人の言うことを全部聞いたわけじゃないし最初はマスクしなくていいとかそれからスクマスクはどちらか3枚しろとかからスマスクはあの実は効果がないとか、まあ、言ってることが二転三転したりもするし最近出てきたあの映像も見ると。 えっと、1984年あこの人ねだから CDC のこの NIHID というところの立場にもう40年近くいるらしいんですよで80年代のそのエイズの頃からそれをやっていてでエイズに対しても、えー、まあもちろんね最初まだ分かんない頃だったっていうのはあるのかもしれないけども家庭内で子どもにも空気感染すると。 もういわゆるその何ですか粘膜とか血液であのエーズがこう感染するなんてもう割と最初から言われてたと思うんですけど僕もあの84年85年ちょうどねアメリカにいてこのエーズがこうすごく、まあ、一気に広まったタイミングで。 で例えば有名な人で亡くなってるのではフレディ・マーキュリーだったりとかアンディ・ウォーホールとかキース・ヘリングなんていう,ふうも有名なデザイナーだったりアーティストがこのエイズで命を落としているんであとラップだったの EGE っていう NWA のリーダーだった人ですねこの人もエイズで亡くなったって言われてるんですけどもそれに対しても平気でこのファウチっていうのは家庭内で一人が その映像にかかっていると空気感染するとで子どもでもかかるみたいなことを言ってるんですよ。でそれが今でも映像に残ってるんで本当にいい加減なこと言うなと思ってるんですけどもこの、あのーまあ、もちろん武漢で、えー、これに対し、あのー、自分たちが研究していたとかそれからそれに対してこうアメリカから資金を持っていったとか。 えーまあ、そういうのを全てこう否定はしていたんですけれども最近そのあの、ランド・ポールさんというケンタッキー州の上院議員ですね、この人あの、えっと、オバマが大統領になる時に、えー、共和党から立候補したんですが確かその時は、えっとえー、ミッド・ロムニーだったんでしたっけ。えーまあ、そうですね うん。ミッド・ロムニーですね。確かミッド・ロムニーがあの大統領選挙の代表に候補者になったんですけれども、その時に、あの、立候補していた、えー、ロン・ポールさんという、まあ、この人もあのお医者さんなんですけど、ロン・ポールさんの息子で、ランド・ポールさんという、あの、上院議員、共和党ですね。で、この人も、あの、お医者さんなんですよ。で、この人がずっと、その、まあ、 このアンソニー・ファウチをずっと標的にしていてアンソニー・ファウチのこう言ってることやってることをまあずっと公聴会とかでの質問してたんですけどもうこのアンソニー・ファウチはこのランド・ポールのことは大嫌いなんでしょうね。いつもあなたは私のことをあの悪者にするとかその情報を全部こうねじ曲げてひどいことを言うからもう家族もえ子どももすごくあのハラスメントを受けてるとか。 もういたずら電話をされてるとか「もうあんたのせいでひどい目に遭ってる」なんてことをずっと言ってるんですが、えー、で,でつい最近の公聴の会でもこうランド・ポールが、えー、あそのファウチがこの武漢での流出だったり武漢での,その研究に関わっていたっていうこと,、えー、と免疫えっと、えっと、違うなえっとゲイン・オブ・ファンクションって言われてるやつで。えっと、機能を 獲得研究ってやつですかそれをあのやっていたことを、まあ、ずっとその自分は否定していたんですけどどんどんそのリークされた情報が出てきていてそれに対してランド・ポールがこう追及しているところなんですけれども、えーまあ、言ったらこうアメリカでまあさっきも言前回も言ったんですがあの80万人死亡しているこれに対しての責任はあ,のあなたにあるんだとか。 えっと、アメリカのお金42万ドルを使って、えー、研究しているのに、まあ、こういうことを隠しているのかとかあと、えーまあ、自分がこのコロナに対して言っていることと反対の意見を言う他の科学者なんかをずっとこう批判しているんですね意見が違う他の研究者たちに対して。でそれはあの、まあ ランド・ポールがあのいろいろ責めているんですけどもう最終的にあの嘘はごまかせなくなってくるともうランド・ポールにあの自分がいじめられてると被害はこのランド・ポールに受けてる自分なんだ犠牲者なんだみたいな風な顔をしてあのそのそ公聴会でも発言していてでその後テレビに出るとあの全く。 やっぱ自分は悪くないでそのテレビといってもそのテレビはいわゆるメインストリームメディアで MSNBC だったり CNN だったりそっちの、まあ、どっちかというとリベラル系のメディアですねそこに出て、えー、ランドポールの悪口を言っているということなんですよ。まあ、ちょっとと続きはあの次回でままたたやららてもらいたいと思い思す <music>